さあやってまいりました今日はアメリカの医療費が高すぎる件についてより深掘りをしていくんですが先日の動画非常に反響大きかったんですよね一泊の検査入院でなんと700万円もの請求ってが来たとこれだけでもものすごいんですけどもこの動画を上げることで手術と入院数日 うーね、こう対応しただけなんだけども,も1,000万円超えのですね、えー、請求額のコメントはもうゴロゴロ生じているアメリカの医療一体どうなってるんじゃいというですね、まあ、人によっては何を今更というあるあるのお話なんでしょうけども、まあ、僕にとってはね皆さんからの体験談頂い,いたのは非常に新鮮でしたしこれから海外渡航を計画して、まあ、この医療についてですね、えー、あまり考えてなかったなと。 いう方については、まあ、絶対に知っておいて、まあ、損はないお話なんじゃないかなということでまず結論からいきますけども保険選び、まあ、保険をかけることがとても大切だと。 まいうことですよねそして、まあ、今日のお話を通してね、まあ、おそらくここが気になる点というかあの重要な点だと思います。米国だけが特殊なんじゃないかという、まあ、こういう疑問も思い浮かぶわけでして他の国の医療事情をですね合わせて知っておくことが長い人生の中のツールになるんじゃないかというね、えー、こういう結論を今日はね、えー、つけさせてもらうわけですが流れは。 こんな感じでいきましょう。米国の高額医療でお悩み続出ですね。ICU 勤務の、えー、ご勤務されていたまあナースの方からもですね。 コメントいたただきましたそして日本領事館もこのことについては懸念を示しているですね米国情報でございますアメリカだけが異常なのか他国の様子こちらも含めて今日もね皆さんと時間を過ごせていければと思いますけどもまず始めにいきましょうか早速アメリカの高額医療お悩み続出という件複数名の方からですねアップデートいただいております。 えー、佐子ちゃんさんからですね。えー、先日七月ぐらいですかね。まあ今年七月ロサンゼルスに住む友人が中水圧をこじらせてですね、ER 緊急外来に運ばれました。一泊九百万円だったとまあすごいですけども、まあこのお友達はお金持ちなんで結構な保険に入っていたんだけども、それでも二百万円ぐらいはあの実費になったまああの手出しになったということなんです。 ですねえー、トンパさんからのお便りです米国籍の娘が夏に熱中症で脱水症状になりました、えー、救急病院で2時間ほど治療を受けて治療費の請求が保険なしで、えー、7500ドルですねだから100万円近い、まあ、100万円超えてくるかな今のレートだと、えー、これ保険が利きましてそれでも1750 ドルということですから収入のない大学生にとって、えー、これでも高いとまあ250ドルになるかどうかあ、ね、あの交渉が未だに続いているんでしょうか3ヶ月以上揉めておりますね、えー、ミキオさんからですアメリカの入,入院費は高いですよね実際2015年に、えー、旦那さんがですね、えー、ご主人が ああ救急車で運ばれ、え四、ー、日間入院しました。退院後明細書を見て、まあ仰天するわけでして、えー、請求額が十三万ドル、えー、今のレートだと二千万円。 に到達するわけですけれども保険すべてでまあ、保険でカバーされたので1円も入院費は払わずに済みましたただし救急車が1000ドルでしたのでこれだけ払いましたよねまあこの10万ちょっとですかね、えー、後からわかったんですがいい保険に入っていて本当にラッキーでした ユーザー Tets さんからです。ロサンゼルス在住。2012年心筋梗塞で救急医療を受けまして、カテーテル手術を受け、2泊3日後に退院をしたと。請求額が10万ドル。今のレートなら1500万円になりますからね。でも私の負担額は5000ドルでした。それでも75万円だったんですね。その後2回のカテーテル手術でステンツ合計4個入れましたが負担額はゼロでした。 保険選び。 はアメリカのサバイバルな重要な知識です単純に請求額だけで驚くのは愚の骨頂だということですよねパパリンさん私は3年前に左膝の置換手術を受けまして即日退院でしたが請求額が11万ドルでした今の為替価格では1650万円でしたからあもう大変だということですが保険が効いて雑費10ドルだけの請求でしたこの国で生きていく ためにはしっかりとした健康保険を手に入れることが必須です私の妻はえ軍の病院の看護市長などで私も素晴らしい保険で守られているんだということですよねまあ、国民皆保険ではないまあ国アメリカということですから民間のね保険選びでも非常に重要だということですえ静さんから ああ、え、カリフォルニアに在住です。うちの子供も、え、うちもお子供の体調不良で夜中に救急に連れて行きまして、混雑をしていたため個別ルームで長々と待たされて請求がルーム内だけで500ドル以上かかった経験があります。まあこれもとんでもない話なんですが、え、しかも NICU 新生児の集中治療室ですよね。え、娘さんのお話かな、4ヶ月近く NICU で過ごした娘の 保険が適用されないと言われ 1>, 1億円超えの請求が来ましたがこれは最終的にどうにか保険が対応されて100万円以下で済みました月々の保険料も高いので日本の制度は本当にありがたいですよね旅行の際は必ず保険に入っていた方がいいですね、えーまあ、そうするとまあ全額、まあ、それに近い額がです、ね、きちんと保証される、まあ、戻ってくるということですしかも以前主人が日本でロタウイルスにかかって夜中に病院に行きまして点滴を2本打ちましたが保険がな中 あったんですけどもね2万円だったとで安すぎて日本がね、えー、主人もびっくりしておりましたというお便りです、えー、K さんからのお便りですね本当にアメリカの病院医療関係はぼったくり集団ですよあわ、えー、私は常に保険に入っていますがそれでも今まで散々な目に何度も会っています一度病院側にあまりにも高い請求額に対して減額を相談したら病院は事前事業じゃないと ねビジネスなんですと言われたのにはショックでした。確かにまあこれ真実なのかもしれませんが、お金がないなら医者にかかるな死ねと言われているのと同じですよねとね。ええー、まあこれに続きましてちょっとレスがネ、ね、続いていたんですよ。救急車は呼ばないでということでねキャビンキティさんからです。ええー、いつもありがとうございます。ええー、まだ新入社員の頃に貧血で倒れて気がついたら救急車に乗っていたことがあります。えー、救急車と、えー、ER、えー、と救、えー、救急 外来ですよ、ね、こちらの請求額が高すぎてペーペーには無理だったので分割払いであの払わざるを得なかったとこれもねいくらかかったのか気になるところですが、えー、こんなですねあのーまあ、アメリカの医療が高すぎるというのが何もね、えー、この日本人だけが感じてるわけじゃないんだということでスイカさんからのお便りですね。欧州在住です昨日アメリカからロ、えー スイカさんからのお便りです欧州在住昨日アメリカから観光でいらしたご夫婦ご主人が心臓発作で路上で倒れられました顔面蒼白で友人が心臓マッサージをし救急車を呼びました奥さんは私を置いて死なないでと叫んでいましたなんとか意識を取り戻しましてね、えー、救急、えー、取り戻したんですが えー、このねご夫婦まご主人かな救急車には乗らないというのです。救急隊員は簡単な診察をしました。私は自分の意思で。 救急車に乗らないんだと、まあ多分これご本人の、えー、旦那さんの方が書かれたのかな、あのねアメリカから観光でいらしたあのねご夫婦のということですけども、あのこういうね書類、まあ私は救急車に乗らないんだと、まあサインを、えー、してですね、えー、この上でまあ、救急隊員さんたちは去っていったんだということです。欧州におります、まあ、このスイカさん、え私のいる国は救急車も外国人も えー、まあ外国人だったとしても救急車に乗るのは無料な国なんですね。特別な部屋に入りたいということがなければ、国、えー、国立病院ならば支払いはありません。まあそれに対してアメリカでの生活っていうのは極端すぎますよね。アメリカに比べたらまあ貧乏な国であったとしても人として当たり前の生活があるそんな国があります。 まあ特にね欧州圏っていうのは医療も含めた福祉がまあ充実しているというですね国あの、まあ、多いかと思いますので、まあ、この辺りの国の違いについても興味深いところですからこれでね動画の、えー、後ほどの方でねやっていきたいところではありますけども、まあ、日本人にとってね外国イコールアメリカ、まあ、米国の情報がねやっぱ多く入ってくるという、えー、こんなことで医療費に関してもね非常に心配になってしまう、えー、こんなねご意見が非常に多いというところも 含めてまあ、特徴的なお話かとね思いますね。はい、えー、続きましてあそうそう K さんからもあのこれねレースが続いてるんですよ。まあ、だからみんな救急車は呼ぶなとタクシーかウーバーで救急病院に行けって言うんですよね。えでも救急医療自体の請求額もえげつないんですが、えー、この方の旦那さんが、えー、休日年座をして ああお休みの日にね捻挫をして救急医療に連れて行ったらギブスと湿布だけで15万円を請求されました。 保険ありなんだけどもまあ、この価格適用された上でこの価格だったんですかねギブスとシップなくしかありませんと、えー、キャビン・キティさんあ救急車は断られるんだよと先輩に後日言われたんだけども意識を失っていた私は、えー、無抵抗で乗せられてしまったこのね若かりし頃の、えー、お話もですね、えー、コメントをいただいたということなんですけどもあのー、まあこういったですねコメントもまだまだあの続いていくわけです。ユーザーザ、えー EM さんからですねえ皆さんこの映画見られた方いらっし多いのかなマイケル・ムーア監督のノンフィクション映画「しっこ」というですね映画なんですけどもあの、まあ、これを見ることでですねつくづく日本の国民、えー、健康保険、まあ、国民皆保険の、ね、ありがたみを知りましたということなんですけどこのね「えー、えしっこ」という映画。 これ僕ちょっと見たことないんでトレーダーというかその予告編だとかね軽く見た限りではこのアメリカのやっぱり医療費が高すぎるというですねそちらの,あのノンフィクション映画になっておりました。フロリダ在住のの人がお隣の国ですねキューバ えキューバといえば社会主義国となりますけどもえこちらにですね出向いた方がね費用対効果で高い医療が受けられるんだとキューバでは外国人でも無料なぜかというと社会主義国だからというね、えー、このシステムがあの、まあ、影響してということなんでしょう、えー、特に近隣のフロリダ在住の方なんかが、まあ、こちらにね移,り移っていくと。 医療を受ける目的でということなんですけどもあの一方でねキューバで働く大卒のドクターの月収というのも、まあ、格安という点が、ね、挙げられるんだと思います社会的な国をまたいだあですね、まあ、社会的なその格差の問題というのかな国をまたいだ、うん、キューバといえばですね政治情勢的にも少し注意が必要な地域ではあ,あるかと思いますけどもこんな医療のねこの格差も非常に描かれたこの映画がありました。 はい、それでですね、海外渡航の際に、健康管理は当たり前ですが、 あこのようにユーザー EM さんからのコメントが続いておりますけがや病院病気に備えて保険の加入やあ条件の確認は絶対ですね初めて明細書を見ましたけれど内容がえぐいです日本じじゃ信じられませんこれを見て気がかりなのが「ロサンゼルスで起きたこと身元不明のアジア人男性が強盗か何かで頭を殴られ意識不明の状態で発見人工呼吸器につながれている」とのことです。日本のお金を持っていた 日本円をね所持していたということで日本人なんじゃないかと見なされているようですが身分証やパスポートがないので何とも言えません事件のコメントでも高額の医療費に関連関することが多かった,かったんですがいくらかかるんだろうかとねいやこの方ちょっとねデイリーメールかなでも取り上げておりましたけどねこの身元不明の男性ちょっとねあのシリアスな写真を多数この 報道の上でで掲載されているわけですけすどもこれは、えー、ロサンゼルスのテレビ局、えー、KTLA が、えー、この記事の中とね、えー、X の中で、ま、ツイートされていて、えーですね、この写真も、ま、かなり、ま、拡散されていることなんでしょうけども僕がですねこの動画を撮ってる10月の下旬になりますけど今現在もですね うんこれ身元が判明という,う情報がないのでおそらくまだわからないということなんでしょうね20代半ばアジア人男性で身長1 8 0ンチ体重7 2キロと入れ墨だなどはなくてあの、まあ、今情報提供を求めているということなんですけどもあの、えっと、外傷性脳損傷を負った状態で見つかっているということですからね LA の、まあ、郊外住宅地 えー、サンペドロの、えー、エリアですかねいやーちょっとこの辺りも、えー、どうなんでしょうねいや物騒なお話のね一つなのかもしれませんけども、えーまあ、ちょっとね、えー、こういったお話もありましたまあそれにしてもあの、ね、数日間の集中治療だとか入院だとかっていうこともありますけども、えー、これ、ね、まともに請求がされたとしたら、まあ、とんでもない金額になってしまうんだろうかと今ねこういうお金のこというのは、まあ、あ,のある意味不謹慎なことなのかもしれませんけども、まあ、この男性 に関しては、えー、ね何とかのちょっとね回復を願いつつね見元が判明するということも一緒に、えー、願っていきたいなと思います。まあ、本当に日本の方なのかどうかっていうこと自体もまだあのちょっとわからないということだと思いますのでね。うんはい次のお話に行きましょう。えー、I C U 勤務をされていたナースさんからもですねコメント医療従事者の方からのコメントもいただいております。のりこさんからですねいつもありがとうございます。北カリフォルニア や在住です2020年までアメリカの救命救急病院の ICU で勤務をして今は循環器系の病棟ナースをしています当時で ICU 費用はベッドサイド施術がなくて、えー、専門医がないとそして機関挿入や点滴薬剤モニ,モニタリングをするということで一泊の入院まあ、ICU での滞在最低25万ドルと言われ 日本円で言うと今のレートだと3700万とかねいやこれ桁正しいのかな一桁違うのかないやちょっと何ともコメントがしづらいんですけどもねそのうちの12時間を私ごときがお世話することに責任を感じていましたねいやこれはあの桁が1個違ったとしても責任感じちゃいますけどもあっという間に1億円が吹っ飛びますアメリカでは保険がないと生きていけないのは 誇張ではありませんということなんですけどもいや皆さんからのコメントでね一泊の検査入院だったとしても、えーね、先日あの700万円なんていう明細もありましたけども、まあ、このことを考えると ICU に入ったとすると25万ドル、まあ、3,000万を超えてくるということも、まあ、全ての病院がそう,なんそうではないんでしょうけどもね。えー、まあこういうい極端な事例もある ということなのかもしれませんねこのね、えー、方、まあ、現役ナースさんで今は循環器系の病棟ナースということなんですが過去の、ね、ICU のご勤務の、まあ、経験だとかも含めてあの言える範囲は、ね、限定されるとは思うんですけどが米国医療の中からの視点をですねあのちょっとお待ちしたいなと思いましてあの今後ともぜひ、えー、情報交換をです、ね、させていただけるとありがたいなと思いますけども、うんえー、のりこさんですね、えー、またいろいろ教えてください。 はいそれで先日の動画「年金生活になった後の老後のお話」なんていうのもねあの複数あの、まあ、動画、まあ、ライブとね、えー、やったわけですけども健康維持っていうのがね まあ大事なテーマの一つなのかなと医療にどう向き合うのかまあ、注目が集まるわけですがその中でもやっぱりね現役のナースさんからのお便りをいただいておりますアリスさんですね老後といってもまだ動けるうちはいいかもだけど皆さん動けなくなった時のことも考えた方がいいですよアメリカの老人ホームの食事看護介護の質をちゃんと考えて検討した方がいいと思います日本は入浴をさせてくれるんだとで、これね日本だけ 系なんじゃないかと僕も思ってるんですけども介護だとかあと訪問看護とかでもねいやこれ入浴があるんですよメニューはねいや長年日本でも看護師をしていましたが質は全て断然日本が上だと思います食事に関してはアメリカの食事の方がいいという人でない限りは まあ、日本に勝るとといいうことはないのかもしれませんね、まあ、現役アメリカ、えー、カーディアック ICU、えー、心臓外科の ICU ですかね、えー、のナースの方からの、えー、お便りでございました是非ですね現場からの方からのコメントもちょっとねこの動画の今日の中には含めてないんですけどもご報告がね他にも入ってますので是非、えー、ねちょっとこれ特集動画またやっていきたいなと思います。まあ、利用者視点からだだととと、まあ、とんんでもももなくね、えー、高額ということもあるんだけども アメリカの医療の構造って保険会社だとかも、ね、含んだ非常に複雑だというですねえ見方もあるんだと思います。あとはね格差社会ということもありますので誰しもが払えるえ支払えるというわけではない中で病院側も請求を立てられるケースとそうでないケースと、まあ、複数あることをですね、えーまあ、念頭に置きつつ日本との違いというところはね興味深いところがあるんだと思います。 さてということでこの話ね日本領事館も、えー、これについては懸念を示しているというわけでしてここで参考にしていくのが在ニューヨーク、えー、日本国総領事館さんの「 公式サイトにもこのようにこの米国の医療費に関してですねあの述べられているわけなんです米国の医療費は日本に比べて非常に高額ですその中でもマンハッタン区の医療費同区外の2倍から3倍とも言われており、まあ、地域によって違うんですね一般の初診料は150ドルから300ドル専門医を受診するとさらに高くて200ドルから500ドル入院した場合は質量だけで1日2000ドルから3000ドル程度の請求を受けます 1>, 1日の入院料だけでニューヨーク県の中,中間給与所得者の1ヶ月分の給料となりますからいやこれね ちょっとと風邪ひいたら命取りとも言えるわけですよね、えー、処置手術ではあ急,、えー、急性の虫垂炎で入院1日入院を、えーまあ、手術と、ね、1日の入院を受けた場合は1万ドル以上が請求されますよということでねこれも先ほどの皆さんからのコメントを見てるとこれ同等かそれ以上という方も、ね、いらっしゃいましたけども、えー、米国人が加入している管理型医療保険制度のもとでは医療機関と 保険会社との間で契約が交わされており、疾病前に定められたこの規定の治療費用、えー、これは定額になるのかなこれが保険会社より 医療機関側に支払われます。実際の急,水急性虫垂炎だとか腹腔鏡科の手術例ですかね、えー、こちら合併症なし入院2日間で見てみましょう、えー、こちらがですね医療機関からの請求額が1万3000ドルでしたということですからね、いやー、まあ、多くの情報が領事館さんにも入っているということでしょうね、管理型医療保険制度に加入している患者については、一方でですね、あのー、保険会社からの医療費支払い、約4 4500ドルまあこれは請求額の3割になりますでしょうか、えー、患者本人の負担額が数十ドル程度だったということなんです保険に加入をしていない非保険加入者 はですね、まあ、旅行者の方も含むというわけです、ね、医療機関に対して全額の1万3000ドルを支払わざるを得ません一方この管理型医療保険に加入していない米国人も少なくないんだということで、ねまあ、保険料が高くて加入できないなんていうお声も多く上がっていましたけどもね彼らは支払うことができないためこの費用は医療機関側の負担となっているあの病院にかかったんだけども結局支払い能力がないという う方もね多数がいるということなんでしょうね、えー、こういうことがあるもんだから医療機関側からすればその分までお金は取れるところから取るという姿勢のようなんですよ医療費の請求書医師検査場、病院等より別々に送られてくることが多く忘れた頃に届くことも稀ではありませんまた請求額やこの明細ですよねこれが誤ってることもしばしば見られる この額で誤ってるって言ったらちょっと受け入れがたいですよねこの何千ドル何万ドルというと支払い前には十分な確認が必要ですこれをに備えておくには治療費、えー、治療の内容はもちろんのこと関与した全ての医師の名前 あとは診療時間などを記録に残しておくことが肝心です医療費の支払いを怠るとこれが取り立て専門の会社に移されたりするなどですね様々なトラブル巻き込まれることになりますまあ、請求に疑問があるときもしくは高額すぎてねもう払えないよと払えたもんじゃないと思われるときには医療機関に設置してある相談室があるのかなソーシャルサービスメディカ えー、メディケードオフィス医療相談室に、えー、相談をした方が良いでしょうということになります。でこのニューヨークのですね日本領事館さんからはあのそ、ー、そうそうこんな風にもね追加でコメントがありますね。 えまた日本と比較をしての違いですえアメリカの医療機関では入院期間が極端に短く制限されておりますえ入院退院の適用が日本とは異なっておりまた入院費用が高額なこともその理由このためえ診断途中や回復以前に退院となることもあります、はい、恐ろしいですよねえ退院後数日で再入院という例も、えー、稀ではありませんえこのような高額医療費に対しては十分な保証額のえ 海外旅行保険等に加入しして備えるる必要があるでしょう医療費や言葉一卒の面からまた退院後の身の回りのお世話のことを考え合わせればですね日本に帰国ををして診療を受けるとということも一つの選択肢ですよね医療費だけを考えても航空運賃を負担したとしても日本に帰国した方がトータルで考えると経済的負担はかなり少なくて済みますなんてことをまあ領事館さんのね公式サイトにの載ってるということですから もちろん帰国できるかどうかは病状が緊急性を要していないと要しないという場合でありますからこの判断は医師に任せるべきというふうにも締めくくられているんですけどもねいやーなかなか、あのーまあ、現地の皆さんからのコメントの裏付けにもなるような、ね、情報日本領事館さんからの懸念ということで補足もねさせてもらいました。ということで続きましてアメリカだけがこれ、ね、異常なのかどうか他の国はどうなんだということで。 多数のコメントいいただいておりますユーザー FL さんですね、アメリカはひどいぼったくり、医療費もウォークインも無料の隣国のカナダ、オンタリオに移民してよかったなというね、こういうお便りをいただいてきましたので、ちょっとこれもね、外務省さんのカナダに関するですね衛生医療事情一般、こちらの外務省情報も見ていきましょう、カナダの医療費、医療はですね、 国民会保険制度を採用しており原則として患者の自己負担はありませんすべてを税金の財源で公的に負担しているんだと移民留学生ワーキングホリデーを含みますこれらの人などの加入条件は州によって異なりますえ加入までのあるいは加入ができない場合医療費はもちろんこの場合有料になりますから注意が必要なんでしょうねえ歯科医療だとかな歯の治療そして処方薬剤えはあとはリハビリ 治療ななどは全額自己負担となります高額な医療請求に備えて渡航前にはあ旅行障害保険に加入していくことを、まあ、カナダに関してももちろんお勧めをいたしますということなんですけどもあでも、すごいですよねカナダの,、えーまああね、この国籍を持っている方であればあとはどうなのかな永住者がどこまでの,、ね、この保険の恩恵が受けられるのかというのはあまた、ね、いろいろパターンがあるんでしょうけども国民の 介保険制度というねカナダのようですまあただこれもねいいとこばかりではないんだということでカナダの医療事情で最大の問題点、えー、これは医療機関へのアクセスの悪さそして待ち時間の長さにあります一般に医療機関を利用するにはまず地域の家庭医を受診する必要がある待ち医者に行ってくれということなんですかねしかしこの待ち医者である家庭医が実数が少ない上に予約制、えー、1日の診療人数を制限している場合が多く 新規の患者を受け付けていない場合が少なくありません。 なななかかかうまくいかないですねこれ家庭医をも、えー、持てた場合でも、えー、予約が12週間後ということがありますからねいやこれ病気で苦しいという時はちょっと、えー、大変だというねお話まあこれの他にもですね様々ままあ、外務省さんですね世界各国の情報を公開してるので非常に参考になるなということですよね、えー、さらにその次のエリアにも行きましょうか TKK さんからドイツ在住ですドイツでは健康保険が2種類ありまして、えー、法定健康保険これをね エコノミーークラスとイメージしてください、えー、それ一方で、えー、民間健康保険、まあ、プライベート保険と呼ばれイメージはビジネスクラスファーストクラス、ねえー、補足をいただいていますが、えー、私はこの健康保険、えー、法定健康保険でしてドイツ国民の多くはこのエコノミーな方なんですね先日大学病院の眼科で眼圧を下げる手術をしまして全身麻酔だったんだね大変でしたね4日間入院をしました一般病棟が満室でラッキーなことに一番狭い 個室でしたそこで支払ったのが1日10ユーロのベッド料金これだけで合計40ユーロでしたまあでもこれだけ見ると手術代治療費食事を含む入院のさまざまな費用は健康保険がすべてカバーをしてくれました。ドイツの医療保険制度 医療制度も専門医が不足しているなどなど問題課題は多くありますが医療費の面においては大変恵まれていると思います今まで出産や手術そして検査で何度も入院しましたが払ったのは1日10ユーロ計算の入院料金だけですいつまでこの恩恵が続くのか分かりませんけども欧州圏、まあ、その中でもドイツはです、ね、非常にあの優遇されているということなんでしょうねこの患者さんに対して。 はい、お次のエリアね、ねまた場所を大きく移しましてアジア圏です、マイライフ・イン・台北さん、いつもコメントありがとうございます、台湾の場合ですと、毎回行くクリニック、内科だとか、あと歯科、眼科、婦人科、さまざまあります、これらならば、ですね診察料と薬代で約800円ほど、めったにいかない大きな大,大学病院だと、前回の初診プラス、レントゲンで2400円ほど。 主人が小さな手術をするのに五千円ほどでした、えー。台湾の医療機関に救われていることに改めて感謝いたします。まあこれもね、条件によって人様々あのねその人ごと様々なんでしょうけども、あのー、まあねアメリカとはまたまあドイツそして台湾と続いてね、もうだいぶやっぱ違うなということが伺えますよね。えー、広明さんからのコメントも行きましょう。いやーアメリカすごいですね。びっくりです。私はロシアしか知りません、ね。 が 駐在員が保険で行く民間クリニックはそういう病人が来たら取れるだけむしり,、えー、むしり取ってやろうと、えー、不要な検査もどんどんやるもんだというのが常識ですねで、えー、でも病人が病院から検査だとか治療提案されてそれぞれ必要とか不要とかわからないですからいやまあこれはねそのロシアだけではなくて判断いのは難しいですよね以前知り合いの駐在員がモスクワで盲腸になりまして手術と一泊二日の入院で100万円ぐらいしました。 ご参考まで。 ね、これまたね地球の裏側の一つでもあるロシアからの情報モスクワからの情報ですねありがとうございましたということで皆さんから頂い,いたね情報がもう多岐にわたるんですけどもここで改めてまとめていきましょう今日ね頂い,いたお便りの中で、まあ、一応抜粋して書きますとねこんな感じだったんですよ大体あのアメリカで医療を受けられたという方多くの方が、まあ、ちゃんとね保険に加入をしていてなんとかですね全額請求っていうのは免れているということなんでしょうけども虫垂炎 LA で緊急外来に行って 日本円で900万円でで万ほどというここの方お友達だったんですよね、えーまあ、これ保険で、まあ、それでも保険200万円ぐらいでしたっけ、えー、支払い請求があったと熱中症で2時間治療を受けただけで100万円、まあ、これもすごいですよね、えー、救急搬送をされて4日間入院で13万ドル、えー、心筋梗塞 LA で2日間入院、えー、10万ドル、まあ、このあたりから1000万超えのですね1日2日、ね、入院しただけで1000万でもうこれちょっと人生変わっちゃうねというお話が今日は続きました。 新生児 ICU4 ヶ月で1億円超えだとかもいや、これもう本当、選択肢が、ね、ないですよね、NICU のお話、いやちょっとこのあたりも、ねえー、含めまして、えー、今日は皆さんにレポートをさせていただきましたけども、改めてのまとめ、保険選びはとても大切ということで、まあ、旅行者はもちろんながら、ですね現地在住をされる方においても、えー、どういうプランの保険に加入をするのかというのは、ですね、まあ、本動画ではそ,そこの、ね、選択肢についてはまだ掘り下げはしないですけども。 あの非常に重要だとその重要性について改めて確認ができる回ということでね今日の話をさせてもらいましたあとは国によっての医療事情がもう運泥の差ですからねこれ医療のことだけで国をねそのどこに滞在するかで選ぶべきかどうかっていうのもね人それぞれのあのね測り方で違うんでしょうけども長い人生の中でのツールになることは間違いないなというふうに思いました。 はいということで、えー、本日はアメリカの医療費が高すぎる件について非常に反響が大きかったものですので改めてね特集動画チャレンジをしてみましたまた現場からの情報多数いただいておりますのでこれがです、ね、治療を受ける側ではなくて医療を提供する側の、えー、コメントもね、えー、いろいろ、ね、見えないところあるんだと思います。このたりも含めてまた次回ね、えー、動画チャレンジできればと思います、えー、ということで本日の情報が役立った興味深かったなという方 は、えー、チャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう。大好きでした。ああそうだそうだ。あとねこれいきなり今日あの時間がなくてあの撮影場所がもう変わっちゃったんですけどもあのこれがですね無職独身50代のともさんの所有するですね、えー、キャンピングカーの中から素晴らしい環境からですねちょっと撮影をさせてもらっております。あともさんありがとうございました。今日。 <笑><笑>あのちょっとねこのあとサブチャンネルの方で。 あのやろうかなと思いますので僕がですね、このチャンネルをね、解説した、あのー、きっかけ、大きなきっかけが、トモさんのね、チャンネルの刺激大変受けてとありましたので、ちょっとね、そのあたりのチャンネルの歴史みたいなところに興味あるよという方は、またね、それ別途リンク貼っておきます、まあ。今日の話題に全然関係ないんですけども、そちらも合わせてご覧いただければと思います。それではまたお会いしましょう。大輔でした。